え、後ろとかないんやけど。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ということで、最近ね、雑誌、幼稚園の付録が SNS でものすごく豪華っていう風に話題になっているので、じゃーん！雑誌、幼稚園買ってきました。今月の？今月発売された幼稚園7月号を買ってきました。やばくない？やばくない？これ。なんか私らが幼稚園、実際この年の頃って、もっとなんかね、シンプルな、タチな感じのものが多かったような気がするんやけど、最近はね、実際にこう企業さんとコラボして、付録ができてるらしい。ということで今回はこのアイス自販機が付録としてついてるらしいので、ね、それをついて 作っていきたいと思います。雑誌の付録とか作るのめっちゃ久々なんやけど。それはね、久々っていうか、あ、これか？これか。で、ちなみにこれはちゃんと、どこ見たらわかる？あ、でもこれ微妙にしか出てないね。ちゃんとね、これ、グリコさんとコラボして作られているらしいです。ってことで、ちょっと、私ね、作り方もちゃんと見ながらやろうと思うんだけれど、はい、ということで、作っていきます。これどうしたらいい？こっち置いとこうか。はい。作っていきまーす。よし。なんか一応ね、最近のこの付録は、子供一人じゃなくって、大人と一緒に作って楽しめるようにっていうことで、なんか、子供一人で作るには難しいようにわざと設定されているらしいです。なんかこれね、ちっちゃいアイスのこの自販機のやつだけじゃなく、実物大のアイスが作れるってやつがあるけん、両方作っていきたいと思います。とりあえず、あれやね、メインの自販機の方から作っていきたいと思う。緊張。待って。重なった状態からやりよったら危ないね。危ないね。とりあえず、この台紙から切り離。台紙から切り離すっていうか、これなんかもう全体が本体やね。あ、これよ、これこれこれ。私がさっき言いたかったの。これわかる？これちゃんと、ね、グリコさんとのコラボ。ってことで、グリコのマークがついてます。アイス。かっこ箱って書いてある。ん？付録はこれだけってこと？なんか別のもの。え、ってか何個あるんやろ、これ、アイス。多分これで、今の台紙の全部は全部抜けたんじゃないかなと。切り離せた。で、これ、こっちはもうあれか。実物大のアイスだけかな。爪の番号順に組み立てるとうまくいくよ。爪の番号順？あ、番号が振られてあるんよね。ここにね、ちゃんと番号が。どれが 1？ あ、これや。ここが1や。見える？これが1番。ここ差し込んで、2は2。2これか。え？2の部分？これか。なんかめっちゃ、こういうのさ、差し込む爪？爪の部分さ、めっちゃ、折れ曲がりそうじゃない？何？ 3、4。でも本体自体すぐできそうやけど。何これ？なんかよくわからんねやけど、どういう状態？本当にさ、山折り谷折り書いてないよね。 え？あ、谷折りは書いてあった。これ微妙に、めっちゃ微妙に見えるこれ。あ、に、見えんくない。 え、見えんくない？見えるこれ。あ、に、お、り、ちっちゃ。 ここ以外は全部山折りってことやね。はい。この谷折りって書いてるやつ以外は、まあ、全部山折りってことやね。山折りするとか谷折りするとか、雑誌の方にも書いてないよね。で、あとは、はい。上下揃えて、これを順番に、はい。出していきまーす。多分これが、その、アイスが、こう通って出てくるみたいな感じなんかなーって思います。だって中に筒を取り付けるやろ？
でもこれが自販機の中身ない。あ、不器用って嫌。不器用という方はつないよね。ちゃんとハマってる？大丈夫？で、あと最後お入れで、あ、お、あ、オッケーじゃない？こんな感じ。やっぱこう、え？この上の部分。え、こんなに見えとる感じやったっけ？こんな見えとった？上？あれか。コロコロの台面のところで隠れたよね。そういうことね。はい、そして、と、ボタンユニットを取り付ける。ボタンユニット。ボタンユニットっていうのが、これ。これボタンか。そういうことか。あ、これ押せる。はい、これを。ほら、ボタン。こんな感じになっとって、これ押せる感じ。なんか、こういう、なんか動くちょっと。結構しっかり押せる感じなんよね。ここに、この部分を差し込む。んで、あ、あ、ぴったり。当たり前やけど。当たり前やけど。こんな感じで。後ろに下を取り付ける。後ろに下を取り付ける。後ろどれ？うん。え？後ろって何？なくない後ろ。これそこやし。え？どれ？そこと上しかないんやけど。後ろ？ほわ。後ろ？え、後ろとかないんやけど。え、どういうこと？どういうこと？どれが後ろ？ほい。ということで、部品が、ない。で、なんか、あのね、この機械のさ、この機械を見せんようにする裏側がないんよね。裏側がついてなかったんで、ちょっと、それ以外のものを作っていきます。やっていきます。え、でもそれ以外って言っても。あとはじゃあ、そこ。で、そこを取り付ける。取り付けるって言ってもね、あの、裏がないけん。つけれん部分とか出てくるけど、まあ、そこは正面から見たら気にならんってことで。え、でもね、その残念なのが、さっき見た感じではこの裏の部分に、まあ、裏の部分と同じ台紙にアイスが大量についとったけん、私はもうアイスが2つしかないっていうことで、つらー、出ていきます。全然もう番号順じゃないけど、いきなり26まで飛んだけど。まあそれはしょうがない。だってこっちがつけれんもんね。こっち側が、え、だってこっち側あれやろ。あ、こっちがつけれる。この部分。この真ん中がつけれんのよね。多分それが、あの、裏にある穴なんやと思う。あ、これもか。これもつけれんかった。上を取り付けます。オッケーオッケー、占いけど、はい、これでオッケー。で、あとは小さいアイス、裏から見んかったら、表から見たら完璧完璧、大丈夫や。これ取り出し口ってことか。なるほどね。はい、そしてこの小さいアイスを作るのがなんか難しいみたいなのを聞いたんやけど、その作業が2つ分に減ったっていうことで前向きに捉えます。これをステックはスティック。ステックがない。これ箱型か。箱型のやつ。何これ。ミルク小豆もなかやって。まあ、もなかにスティックなんか使わな。あ、私のやつもしかして両方ともスティックじゃないやつか。そういうことな？多分。私のやつ両方とも箱型や。入らんし。しっかり。
ら。ちょっと待って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 。しっかりして。細かい。超冷凍。製造者、グリコ、兵庫、アイスクリーム、株式会社。なんか本当にちゃんと住所とか書いてんやけど。え、グリコって兵庫県なんや。初めて知ったんやけど。はい、そしてこっちが、サイダー。え、サイダー箱型な。ピックじゃないんや。よいしょー。ここ入れるのめっちゃ難しいんやけど。お、あ、でもこれ簡単に入った。さっきのちょっと。モナカが強敵やったね。よし。こういう感じで。あー、できたー。はい、オッケー。これで、アイス2つ。できた。2つしかないけど。あら、悲しい。超絶悲しい。ってことで、ってことは、あとは、でっかい。これね、これ本物の棒らしいよ。ちゃんとした。ちゃんとしたセブンティーンアイスについてる棒らしいよ。で、これ、こっちはまあ、紙やけどね。実物大セブンティーンアイス。みんなの絆アイスやって。これは実際に、このソーダフロートに、書いてるのがみんなの絆アイスって文字？ソーダフロートだけじゃなくて？だってセブンティーンアイス全部にみんなの絆アイスって書いてる？しっかり見たことないけんよくわからんねえけど。多分これね、この辺？この辺、この辺ついてるやつが、このちっちゃいアイスのピックのやつなんやと思うんやけど、ピックが必要な肝心のアイス部分がないという。辛いよ。ちゃんとつけて。ちゃんとつけて、幼稚園さん。はい、こんな感じで。で、これで、これで、あとは、こう、あ、すげえ。え、すごくない？で、ここ止めて、待って。お、あ、こういうこと。ほら、めっちゃ普通にセブンティーンアイス。ほんとセブンティーンアイス。こんな感じで、中からアイスが出てくると。そういうことね。素晴らしい。で、こっちは、まあ、裏がないのは気にしないということで、気にしないということで、あ、でも、取らなかったらこれ思いっきり後ろから出てきそう。これで、この中に入れていくと。こう。はい。で、これ、でも裏がないことでさ、見えるよ。こんな感じで。こんな感じでセットされて。で、これボタンを押したら、ボタンを押すよ。出た。あ、待って、下から出た。下から出てきた。まっすぐにした方がいいよね。はい、この状態で、大丈夫？はっ。待って、後ろ向いて出てくる。なんか押さえるもの。これで押さえ、とりあえずこれで押さえたとして、はい、入れまーす。ちゃんと出てるのこれ。はい。お、あ、でも、出た。見えた？見えたね。こんな感じで。で、まあ、これで、この取り出し口から、はい、アイスみたいな感じで。で、裏側がなかったら、めっちゃ裏からポロポロ出てくる。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やばいね。めっちゃ時間かかったんやけど、これ組み立てるの。大人でも結構時間かかるんじゃないんかな。1時間ぐらい。子供が手伝ってくれたらもっと短くなるんかな。もっと大変やったりする？わからない。